軍事作戦が成功しているという形を作る、それだけのものでしょうね。で多分軍事作戦そのものとしては、この例えば来年7月に撤退開始を明言するなんてことは、これ軍事作戦的には崩壊してるんですよね。でもこれを言わないと米国民が納得しないという、まあ、オバマさんの読みがあるわけですよね。でこれ全てはパキスタン頼みなんですよ。で僕はタリバンの立場だったら、まあ、戦い方には2種類あって、テロ活動、これはカブールの市内でも起こるわけですね。それとあと軍事活動ですよね。でその軍事お金のかかる軍事活動の部分は、まあ、この撤退までちょっとやめといて、パキスタンに逃げてればいいわけです、ね、でテロ活動だけやってるっていう、ね、そういう戦略を取りますよね。で全てがパキスタン軍が挟み撃ちにしない限り、オバマ戦略というのは全然意味をなさないわけですね。でパキスタンがどこまで信じられるかという、その、パキスタンのコミットメントをいかに引き出すかということなんですね。でご存知のようにパキスタン の, ISI というこれ諜報機関がありまして、でこれがもともとタリバンを作ったものなんですよね。で、まあ、ザルダリ政権になりまして、これ民間の大統領ということで、まあ、いろいろな ISI も含めた民主化がパキスタンで期待されているんですけれども、これだけの諜報組織ですから一枚岩じゃないんですよ。で現在 の ISI の長官で僕知人なんですけれども、彼長官自体も自分の組織をこう把握しているとか限らない、まあ、歴代の長官によっていろんな派閥があってですね、そういう人たちがまだ例えば今今回殺害されたこれハカニという息子に当たるんですけれどもね、これ元タリバンで軍閥の一人なんですけれども、まあ、そういうのを通じてまだ ISI がパキスタンの ISI がまだ暗躍していると、パキスタンの支援をしている、支援をタリバンが受けているということはやっぱり事実があるわけで、一枚岩じゃないんですよね。だからパキスタンをとにかくどう抑えるかなんですけど、これ非常に難しい。でもしかしある程度の成功を演出しないと、今度オバマさんの自分の政権が持たなくなるという苦しい立場ですよね。で軍事作戦的にはこれ全然崩壊してますし、タリバンはじっくり構えてますから、で我々の方はアメリカの一政権 の, スパンの中で、結果を出さないという、ね、せいでいるわけですね。パキスタンはタリバンはそうじゃありません。もっとじっくり構えてますね。消耗戦ですから。